札幌北区に新しく誕生した札幌市動物愛護管理センター、あさってのオープンを前に関係者が集まりセレモニーが行われました。多くの市民の皆さんとこの動物が本当に幸せに暮らせる札幌の街を作っていければと。施設の愛称はアイマル札幌で、動物の保護・収容だけでなく飼い犬登録などの事務機能も一箇所で担います。今後はしつけなどを学ぶセミナーを開催する予定です。